イメージに近い数字。もうどのコースとか球種が苦手なのかもよくわからない。これ見たら衛星誌やな。打率に対してちゃんと出塁率あるし、こいつと大山が打ち出すと厄介なチームになるな。甲府町の波が激しいから安定してくれりゃな。甲子園って考えると大成功やろ。打てない時がひどすぎる。こいつは横浜と広島相手によく打ってるで。3割打者よりこういったバッターの方が怖いよな。毎回覚醒しそうで覚醒しない。絶対この後絶不調きくる。20本は打てそうやな。ホームラン8本のうち半分は甲子園で打ってるから、化け始めてる感じするわ。今年はキャリアハイ期待するで。神宮なら、40本。